どうも、熱海明発見、渡辺です。今回は知り合いのご用命を受けまして、沼津の高台の住宅地にあります設計士のこだわりが詰まった物件を紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。 GO! はい、今回は沼津市下かぬきの小高い閑静な住宅地に来ております。かぬきでたぬきポン、かぬきでたぬきポン。はい、ということで今回紹介する物件はこちら。ドン、整備された駐車場とお庭、そしてね、このね、佇まいでね、今日の物件がただものじゃないってことがもう伝わってきます。はい、では行ってみましょう。ともう早速ですけども、ナベティブポイント。はい、今回のお家は設計士が自らのお家をデザインしたお家です。今まで多くのお家を設計したこだわりやノウハウが随所に現れている素敵なお家でございます。そして名誉ある賞も受賞したお家でございます。そこがナベティブポイント。ではね、はい、進んでいきます。そうするとね、まずね、このね、お庭、この木々ね、年間を通して楽しめる木々が考えられて植えられております。もうね、見てください、この壁、次のね、枠板を使ってますので、ただ冷たい感じのコンクリートではなく、柔らかい雰囲気が出ている仕上がりでございます。しまね、費用もかかってしまうんですが、そういったところ妥協なくデザインされております。また見てください、見てください、ここタイルを浮かすことでね、軽さも出たりしてね、こういったね、細部こだわっております。ではね、中行ってみましょう。ガチャ、ただいま。玄関です。土間がね、広いですね。もうね、開放感。じゃあね、板張りの壁。ここね、もともとね、自転車かけたいっていうところだったんですけども、この木の感じがいいってことで、このまま使用されています。で、奥はね、収納です。非常にね、広い収納です。ではね、上がっていきます。こういったところのね、間接照明も素敵ですね。そしてね、こちら、地窓。外のね、緑を楽しむことができます。では、奥進んで、こちらの扉。開けていきます。これはナベティブポイント。はい、見てください、ピットリビング。はい、こちらね、一段掘り下げられたリビングでございます。ピットリビングのピットね、コックピット、テテテテンテンテレンテテ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 
このね、包まれた感じで非常にね、落ち着く空間でございます。そしてね、上見てください。吹き抜け、非常に天井高いです。ですのでこのね、一段掘り下げられたこの床と高い天井、この高低差がね、この空間をね、広く感じさせますね。非常にね、開放感のある素敵な空間でございます。このスチール階段も通常のね、階段よりも壁がない分圧迫感がなく、非常にね、広く感じることができます。はい、そしてね、ちょっと待ってください。これね、吉村障子じゃないですか。これね、遠目から見ると1枚の障子に見えませんかね。ここがね、非常に素敵なところで、これね、でもね、実はね、開くんですね。こっちからね、開けていただいて、はい、こちら和室です。和室はね、やはりゴロンってできますので、非常にね、落ち着く空間でございます。お客様が来た時とかが使っていただければなと思いますし、このね、釣り戸棚もね、下がね、開いてることで空間を広く感じることができます。そしてね、床の間、大谷石じゃないですかね、よく旅館とかで使ってたりしますので、こういった細部にね、やっぱりこだわりが感じられます。そしてね、こちらね、天井を見ていただくと照明がないんですけども、主要な部分には天井には照明をつけないということで、天井ね、しっかりと見せたいっていうことと、広く空間を見せたいっていう部分で天井にはついておりません。そういったね、ところも細部にこだわりを持ってデザインされております。でね、こちら扉を開けますと先ほどの玄関につながっております。続いてダイニングの方進んでいきたいと思います。ちょっとこのね、照明器具もこれこだわってますね。これルイス・ポールセンですよ。ワイチェアもこちらの素敵ですね。こちら家具付きでございますので、このね、ハイセンスなデザインをそのまま利用できますので、非常にね、お得かと思います。そしてね、コンセントございます。ここね、もともとね、プロジェクターをつけてあちらの壁にね、投影してたということで、リビングがね、まるで映画館。はい、でこちらもね、収納です。まあ本やね、通常使う日用品などを入れていただけると非常に便利に使うことができます。はい、続いてキッチンです。広いキッチンです。そしてね、ワークトップはね、人造大理石ですね。このね、洗い場の方も人造大理石で、ここね、ほら隙間がないですので、汚れにくい、掃除しやすい。はい、でこちらね、オール電化でございますので IH です。そしてね、換気扇、これもね、スタイリッシュな換気扇ですね。おしゃれです。なんかね、カフェみたいですね。でね、収納も十分ございますし、こちらね、食洗機深型ですね。鍋とかね、そういったものも
入ります。そしてこちら勝手口でございます。ゴミとかも外に置けるので非常にね便利です。そしてねカッペボード十分食器とかも収納できるかなと思います。ほんとねここだけ切り取るとカフェのねキッチンみたいですね。ではねちょっとね先ほどちょっと通り過ぎちゃいました。こちらね窓の方見てください。この木製のこれもねこだわりのバーチカルブラインドですけども、こういったね光の差し込みもねこういった部分もね一つ一つがね素敵な要素となっております。はい、では開けてみたいと思います。お、これはナベティブポイント。はい、ではね、外出てみたいと思います。こちらねコートハウスと言われる中庭のあるお家です。その字の建物に囲まれたプライベートな空間です。このねウッドデッキも素敵ですね。そしてねこちらね道路側は壁がね外側からの目線を遮ることができますので、そういったところでプライバシーを保つこともできます。そしてねこのね植栽こちらもね落葉樹ですので、夏はね葉が生えて太陽の光を遮る、冬は葉が落ちて太陽のね光を取り込むことができるので温度を管理ができる非常にね計算されたお家でございます。そしてねこの石、これね基礎工事をするときにね土から出てきた石だそうですけども、処分するのもねもったいないということで、こううまくね石畳として活用しています。設計士だからこそ考えられる活用方法だと思います。見てください、ここもねこだわってますよ。この軒天、これねレッドシダーですね。でねこのね軒天からお部屋の天井、このね段差がないのフラットトップって言って中からのつながりを出しますので一体感が出ますので、非常にね中からもね広さを感じることができます。サッシもね天井までのサッシですので非常にね広く感じることができます。じゃあね先ほどの和室でございますので和室からもアクセスできます。でねこれ見てください、このね外壁のねこの黒い部分のガルバリウム、これ一文字武器って言ってね本来ですと屋根に使う素材なんですけども、これをね壁に使ってね非常にねこだわりのある部分でございますし、こちらもね白い部分は塗り壁ですのでコントラストは素敵です。そしてねこのね外観の顔となる部分に主役窓2つを配置してロの字で囲んでる、これね日差しにもなりますしデザインとしても両方ね兼ね備える、非常にねこだわりを感じる外観でございます。こんなねいろいろとこだわりが詰められた中庭がナベティブポイント。では戻りたいと思います。でキッチンの奥進んでいきます。まあね入る前にねこちらにもね収納ございます。パントリーとして使っていただけるかなと思います。ではこちら扉開けたいと思います。はい、こちら主寝室です。でこちらねホテルのような洗練された空間でございます。非常にね素敵ですね。そしてねこちらでね、まあ、デスクありますのでデスクワークしていただければと、上のね棚もあるので本とかね置いていただけると。そしてねこちらね地窓も素敵ですけども、壁際に窓がつけられております。東があちらです。ですので朝日がね昇ってくると太陽のね光がね壁に映し出される、間接的な日差しでね柔らかい朝の光を感じることができますので、朝もね気持ちよく起きることができる、こんなね考えで作られたお部屋でございます。でこちらねウォークインクロークです。これだけのね収納ですと非常にねもう十分かなと思います。はい、続いて進んでいきます。ではこちらね開けます。はい、トイレです。こちらもね吊り下げられたペンダントライト、おしゃれですね。トイレもタンクレスです。すごい洗練されたトイレですね。素敵です。はい、ではこちらの扉開けたいと思います。こちらは洗面脱衣所です。こちらがね洗濯機置き場、こちらもね普通の洗面所とは違って造作の洗面所でございます。タイルが素敵ですし、こちらねシャワーがついておりますので、朝とかねここでね朝シャンできます。使い勝手が良く、そしてデザイン性も高い素敵な洗面所でございます。はい、こちらを開けていただくと先ほどのウッドデッキに続いておりますので、物干し台を置いていただければ洗濯してそのまま出られる。そしてね雨が降った時にはねここにね干していただいてもいいのかなと思います。でこちら、はい、お風呂です。木目調アクセントに白と黒、ホテルのようなデザインのお風呂でございます。こちらにもね大きな窓ございます。先ほどのね植栽を眺めることできますので非常にねくつろげる空間でございます。ちょっと見えて恥ずかしいんじゃないかって時にはこちらねブラインド閉めていただければ安心してください、見えませんよ。はい、ということでね、はい、すいません、次行ってみましょう。ではね、はい、では戻っていきます。はい、先ほどねキッチン、ダイニング、リビングに戻りまして、今のね主寝室もございますし和室もございます。こちらにはね今から紹介する洋室がございます。ですので
結構ね1階に十分なスペースがございますので、まあ、平屋としてもね活用していただけるようなそんなね作りでございます。はい、ではねこちらの洋室紹介したいと思います。こちら洋室です。お客様が来た時のねお部屋として、まあ、収納のスペースとしても利用していただけるかなと、そんなね活用方法がある部屋でございます。ではねこちらのスチール階段を登って2階に行きます。このね木の天井が非常に素敵です。階段上がりまして奥進む前にこちらにも収納ございます。1畳分の収納ですね。奥は何でしょう。はい、2階のトイレでございます。シンプルで素敵なトイレでございます。はい、先ほどね階段上がってきたこのスペース、吹き抜けです。大きな窓ございますので外からのね光が入ってきて明るくすごい広さを感じることのできる吹き抜けでございます。はい、ではねこちら2つの扉ありますので、まずこちらから入っていきます。はい、こちら 4.5 畳と1畳の収納スペースがある洋室でございます。シンプルでありますけども使い勝手のいい洋室でございます。まあ、こちらね、まあ、子供部屋などとして使っていただいてもよろしいのかなと思います。こちらね先ほど言った主役窓の窓でございます。ではね続いて次のお部屋進んでいきます。こちらも先ほどと同じ 4.5 畳プラス1畳の収納のついているお部屋でございます。こちらもね、まあ、シンプルでございますけども非常にね使い勝手のいいお部屋でございます。そして主役窓ナンバー2がでね、ちょっとね窓から外見てみますとこのね周りにね緑があってね非常にね静かな環境でございます。でもねコンビニスーパーは徒歩で約5分のところに、郵便局や幼稚園もね徒歩圏内で行ける場所にございますので非常にね生活に便利なエリアでございます。はい、どうだったでしょうか今回の物件。設計士のこだわりが随所に感じられる機能性デザイン性の高いお家、受賞歴のある希少価値の高い物件でございます。立地も近くにスーパー、コンビニ、郵便局、幼稚園もございます。便利でおすすめの物件でございます。あとは空き家の所有者様、自分の空き家も YouTube で紹介してほしいとかですね、空き家があるけどどう活用したらいいのかわからないなどございましたらナベティブライフにお問い合わせください。はい、ではこちらの物件売買物件でございますので金額発表したいと思います。よろしいでしょうか。いきますよ。4980万円。パチ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 。デザイン性、機能性、住環境、このね三拍子揃った非常にねお買い得な物件かと思いますので、ぜひ皆さんご検討していただければと思います。あとはチャンネル登録といいね、あとは他の紹介動画もございますので他の紹介動画も見ていただければと思います。では最後いつもので締めたいと思います。皆さんよろしいですか。熱海の A を作っていただいて A 空き家発見、ありがとうございます。